でも8。8入れた。500円持ってます。どうも。休みの日にガールズ競輪選手の SNS 見てたら1日終わってました。オールスター田中です。慶応学 G3 決勝ということで、昨日3日目も見ました。そしてそこで分かった慶応学競輪の勝ち方、ハサミ、そして1番車と5番車の連帯率が 30% を超えてる。これをもとに今日決勝12レース勝ち方を皆さんに教えたいと思います。これです。今日も岸区も1番5番、北日本 SS ラインが揃いました。これで皆さんに夢を届けたいと思います。ここはもう一発勝つ気持ち。マジで打ち行くなよ。マジで打ちは行くなよ。いや打ち行かざるを得ない。あと一発で決勝だ。ダマオッケー。よしリタレ出た。オッケー。正解です。オッケー。これはえぐい。いやもうこれ余裕だな。いったまくれ。あーしまった。引かれない立ち回る。頼む。すいません。中川。出してない。外れたわ。慶応閣の1番車5番車、これは本当に買える。ハサミじゃなかった。ここはストレート勝負でよかった。3着は全流し。皆さん全流しの重要性を覚えてチャンネル登録お願いします。I'm out.